肖像写真、近藤茂は、明治から昭和初期にかけて活動した、日本の電気技術者、実業家、工学博士。低信小技師として電気局技術課長心得などを、務め、退官後は、実業界に転じて、電力会社に関わり大道電力常務取締役、昭和電力副社長に就任した。福井県出身。福井県福井市出身。 1874年12月15日、氏族、近藤大虎之助の長男として生まれる。1896年7月第一高等学校、第二部校科を卒業し、ついで1899年7月、東京帝国大学校科大学電気工学科を卒業した。同期に日本電気会長を務めた秋山武三郎らがいる。卒業後は、低新章に入り、 電気事業の監督にあたる。1901年、電気試験所第1回海外留学生として、電気事業研究のため、イギリスへ留学、翌年からはアメリカに転学して1904年11月、帰国。帰国後は、電気試験所に勤務した。1902年、定審議士に任せられ、1905年2月には、定審議士となる。1九百八年九月、 電気単本位調査委員を命ぜられて、電気単本位国際会議に日本の代表委員として派遣され、イギリスのロンドンへと渡る。会議終了後は、欧米の電気事業を視察して、翌1909年7月に帰国した。帰国後まもなく電気試験所、第一部長に昇進する。1910年、日本電気工芸委員会が設置されるに及び委員と、 なり、後に副委員長として、電気機械、器具や電線の規格制定、用語選定、規格統一に携わる。1914年11月、電気局技術課長心得及び、電気事業主任技術者資格検定委員長を命ぜられる。電気局では、周波数の統一や、故障発生時の事業者救済方法を研究、実施し、放棄開廃にあたって、 手続きの簡略化を図るなどの活動を行った。これらの電気事業に対する功績を理由に1915年2月に工学博士の学位を授与された。1919年5月時点では、低新省電気局技術課長心得、電気事業主任技術者資格検定委員長の他低新省臨時調査局電気部、第二課長心得、大倉省臨時建築家技師、 臨時議員建築局議士、特許局議士を務める。同年10月27日付で、定身議士その他を異岸面官となった。退官後の11月21日付で14位に除された。1919年11月には、庭月彦と共に10月に設立されたばかりの日本、水力株式会社に入り常務取締役に就任した。同社は、 山本上太郎を社長とする電力会社で北陸地方を中心に電源開発を行い関西地方へと電力を供給する構想の下設立されていた。翌1920年1月、技師と共に機械、資材の購入のため飛米する。ところが同年春の戦後強行により金融難に陥り日本水力の事業は停滞してしまう。やがて、 福沢桃介率いる大阪送電及び基礎電気工業との合併が決まり、1921年2月、3社の合併が成立して、大道電力株式会社が発足した。大道電力でも、近藤は引き続き常務取締役に選出された。同社では、旧大阪送電が計画していた基礎側から、関西への送電線、大阪送電線の建設が優先され、 急に本水力が発注していた資材を転用して1923年に竣工した。近藤は常務として同送電線の建設にあたる。なお、近藤のもとで同社送電課長として送電線建設に参加したのが後に常務に昇進する藤波治である。1926年12月、大同電力の合会社として昭和電力株式会社が設立され、 北陸地方での電源開発及び北陸から関西への送電線建設を同社にて手掛けることとなった。設立に際し、近藤は初代取締役副社長に就任する。1929年、同社の北陸送電幹線が完成し、翌年には小川の曽山発電所も運転を開始した。1929年12月大同電力の常務を辞任。 1931年5月には昭和電力副社長も辞任し、翌1932年12月には留任していた大道電力取締役からも退いた。更新に道を譲った近藤は大道電力技術顧問となり、官地に就いた。1954年1月1日、東京都品川区小山町の自宅にて死去。満7 9歳。ありがとうございます。